食卓に並んだ、ガメニガメニは、福岡県の代表的な郷土料理。イリドリや、筑前に、筑前滝とも呼ばれる。博多弁の、ガメクリコムが、名前の由来とも、文録の役の時に、朝鮮に出兵した兵士が当時、ドブガメと呼ばれていたすっぽんとあり、合わせの材料を煮込んで食べたのが、始まりとも言われている。また、 博多湾に多くいた亀を食材に用いていたことから、亀にから、亀にと名付けられたとの説がある。現在は、すっぽんではなく鶏肉を使うのが普通である。正月料理や祝いの席での料理として作られるほど、地元では欠かせない味となっており、水炊きとともに、農産漁村の郷土料理100選に、福岡県の郷土料理として選ばれている。 2006年の総務省の家計調査では、ごぼうの消費量は、福岡市が全国1位となっており、画面に,に使うことが影響していると考えられている。鶏肉の消費は2008年の同調査では、大分市とわずかな差で全国2位となっている。農林水産省、畜産物流通調査、2008年より、福岡県の食鳥肉の年間出荷数は、 全国で16位となっており、出荷量と消費量に関係はないとわかる。福岡県久留米市では、2006年10月に策定した、久留米市食料、農業、農村基本計画において、画面にを調理することのできる市民の割合を2014年度までに65%と、する目標を立てている。陸上自衛隊の戦闘領食に画面にが支給される、ことがある。 最初に具材をすべて炒める。だし汁、椎茸の戻し汁、酒、醤油、みりん、砂糖を混ぜて、鍋で煮立たせたところに、骨付き鶏肉を一口大に切ったものを入れて人に立ちさせる。その後、干し椎茸を戻したもの、こんにゃく、アクを抜いた、ごぼう、レンコン、人参、大根、茹でたけのこを一口大に切ったものなどを、 硬い野菜から順に入れ、全体が色づいてから里芋を加えて野菜が柔らかくなるまで煮て、汁気を飛ばして出来上がりとなる。なお、野菜は季節によって異なることがあるほか、福岡県福岡市の志賀市までは、具材の種類が必ず奇数になるように作る風習がある。生姜を加えたり、盛り付けたところに、ヤエンドウを添えることもある。かつては、鶏肉の代わりに、 はよや、ウサギ肉、皮クジラを入れることもあったという。また、精進料理の際は、鶏肉の代わりに油揚げを入れたり、仏寺には肉類を一切入れないこともある。一般的に、畜前煮は、九州地方以外での故障である。畜前煮の故障は、公立の学校給食の普及により、郷土料理の一環として、全国に浸透した。家庭科の教科書では、 軽肉を入り付けて煮ることから、入り鳥という名前で紹介されていることもある。ありがとうございます。